恩返ししてますか？非現人出たに恩返しを出たせいやない、はい、前も僕がこのファミリーを引っ張ったんだね。じゃあ今のリーダー寺井君だ。あ、リーダーです。リーダー、はい、正直言うて本当に完全リーダーです。でも全部やる。あ、ほぼ上も下もやる。下直腸検査とか。直腸って何ですか？あのキャメラをズブって実際のゲーム数は30ゲーム過ぎで液晶は300ゲーム過ぎ、まあ、ここはもう当然当たるとして、その後ね、そろそろ普通に7揃ってほしいなっていう。よいしょ。あ、一発いたらもう十分や。大丈夫なの？大丈夫じゃないね。当てれんと天井行ってしまう。これ当てれんとしんどいっすね。きつーあらら、もうこれはあららですわ。もうなんかチャンス入れてぶっ刺そう。もうビビなんか上がってるだろうから。もう早くも2回でしょ。そうです。でビバも外してるから、はい、さあ261で鳥居でございます。どうしようかな。俺もこれ抜けたらやめちゃおうかな。うん、ありですね、うん、無理して回った方がマジでいいと思います。まあ、何言っても自分このホールさん来るのはずだからさ、うん、で動画内でちょっと状況はね見てはいるけど、全部が全部映ってるわけじゃないし、カバネリ、まあ、どこも強いだろうとは言えつつも ね、 いやそれはね、今日入れてるかもわからんし、うん、星野さん一回入場して間違えて一回のパチンコ行って、うん、でだいぶ遅れて迷って迷って取れたカバネリですからねそう、はい、そうなのよね。カバネリの気配ちょっとここで当たってくんねえかな。もう一回ぐらいさすがにやりたいな。うん、これは無理だな。ちょっとおみくじ見て決めよう。チャンスとも全然入ってくんねえんだけど。入ってないですね。おみくじ出てこねえわ。ここはどうしよっかな。これ天井まで行ったら大変なことになるな。いや大変です。一回チーム養生戦記の様子見たらどうですか。じゃあちょっと行ってくるか、はい、僕ちょっと回しておきますわ。そうね、寺井がもうやめちゃダメだから、はい、絶対に。じゃあちょっと見に行ってくるか、向こうの状況次第で決めよう。いい音してますね。え、まあでも2万ぐらい使っても大丈夫ですよ1000枚出せるんで。なるほどなるほど、うん、まあ大丈夫ではないと思いますけどね。え、大丈夫です。大丈夫ですか、うん、プラスにできるなるほどね、はい、でも荒井さん絶対ラッシュ得意だと思う。本当、うん、なんかそんな気がします。そういうフラグを立てるとあの割とすぐ終わらせるタイプの人間でもありますじゃあ聞かなかったことにしてくださいお、青文字が連続してますよ。いっぱい来てるとないいですけどね。これも青、うん、頼む。お願いお願い。1リッパーちょうど。ああありがとうございます。あった天国。いいですね。いいですね。さすが5だもう 5で確定でいいんですか。もうほぼ確定でいきましょう。128ゲーム。ああ。青になりましたね。あ、青は見頃の、うん、見頃内のあたりちょっと期待ぐらいです。はいはいはい。アラシさんはヒゲさんとはよく一緒しますか。いや最近はご無沙汰ですけどね。でもまあやっぱ仕事は何度もしたことあって、まあやっぱ同い年っていうのもあるし。あ、そうか、そうなんですよ。年近いのか。みんなヒゲさんみたいな人が今日の現場にいるってなると、うん、もうなんかすごい安心する全部投げた。はいはいはい。嵐さんとかもそう。いやいやいや、そんな
よかった、もう今日は全部丸投げでいいやって。全部喋ってくれるからね、本当に。そういう人がいるとめちゃめちゃ助かる。いや、俺もすごい頼りにしてます、うん、だから本当お世話になってるんですよ、私。そう、だからやっぱ恩返ししないとね。恩返ししないと。でもヒゲさんの趣味知らないな、何にも。あ、まあ言われてみたらね、うん、趣味はなんか仕事が趣味ですって言われても納得するぐらい。あ、確かに。仕事以外何してるんだろう、お酒飲む以外。そうそうそう、なんか仕事と酒のイメージしかないもんね。あと裸。裸ね、ふんどし。新しいふんどしとかいいんじゃないですか。あ、確かに、うん、ふんどしってでも高いか。いいやつだね。いいやつ。でもまあ普通に3万ぐらいで買えます。3万ぐらいで買えるやつもあるんだよ。あ、本当に。むしろ3万したら相当よ。まあそうか、うん、確かにいい、めちゃくちゃいいふんどし買える。めちゃくちゃいいふんどし買える。最近もでもふんどし履いてます。まあ、あのいろいろコンプラ的にいろいろあるから、多分あんま最近そういえば見ないなと思って。まあ YouTube だったら確実にね、うん、あのちょっとファンされかねない格好ではあるから。まあ基本赤ふんってあれ飾りふんどしだから、あれを基本あんま直ではつけないと思うんだけどね。あ、うん、やっぱつけちゃうリスクが高いから。まあ確かに。そうそうそう。え、あれどうやってやるんですか。でもあのギュ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 って、あのギュってちゃんと締めとかないと。ああ、の痛くない。痛くはない。あ、潰れない。潰れない。意外と優秀なんだよ。へー。ふんどしじゃないけど、あの私金箔。金箔。金箔。あの、え、金箔でしたっけあれ。まあ、あの要は縛られるとか。あ、そう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 、はいはい、あれ、あれちょっとやりたいですよね。どういうことなの。なんか痛くないですか。急に。え、違う違う違う。今日はまあまあすごい方向に遠く飛んでますけど。違う違う、ちょっと聞いてください。変な意味じゃないです。変な意味しかないんです。違う、あの金箔が変な意味じゃないっておかしいんですよ。ちょっとなんかあの金箔を見たことあって。金箔を見たことあるって発言もまあまあ違う、まあまあなレベルの発言。撮影で。ああ、はいはい、撮影で。で、金箔師の方がいて。金箔師ね。あ、でもいるらしいですよ、ね、すごい芸術的なんですよ、それが。縛り師の方たちがね。そう、そう、はいはい、わ、すごいと思って、うん、私もあのほら釣り具とかであの糸結んだりとかはしてるけど、なんかそういう要領で、うん、もうすごい器用にクイクイクイって。そうそう。で、痛、なんかしっかり縛られてるんだけど痛くないようにやったりとかできるんですよ。それがすごいなと思って、はい、なんかちょっと金箔師になろうかなって一瞬思いましたもん。金箔師、うん、あれ資格とかあるんですか。え、知らないけど資格はないんじゃないの。あの国会級金箔師みたいな。ないですか。さすがに変な話、名乗っちゃえば金箔師になるかもしれないです。まあ、まあ、あの技術さえ身につければね。でもやったことないからな、まだ誰も縛ったことない。まあまあ、いや、これで何人か練習してるんですけどって言われたら、それはそれで衝撃発言だったね。またよかったです、とりあえず。みのりんが恩返しされる会があったら、あの金箔師の方呼ぶっていう。え、違いますよ。でも私縛られたいんじゃないですよ。なんで。え、そう、あの縛りたい。縛りたい。そう、あのアートなんですよ、あれは。あなた何言ってんですか。お酒飲んでます。飲んでない。ただいま。はや、あの三台あるでしょ。はい、あの三台中みのりさん、あらさん、うん、で、あのお客様。はい、お客様だけ1500枚ぐらい出た。なんでやねん。あの2人は下皿に出玉がゼロだったんで、多分まだ入ってないです。まあ、だからまあちょっと出てなかったらやめようって言ったけど、まあとりあえずちょっとさすがにね、どうせ打ち始めたんだったらもう1回ぐらい当てたいから、おもう一発大丈夫か。非常に危険な予感がするぞ。発露においてもう1回当たるまで打とう。これが一番危険ですからね。ここ当てたいなぁ。あいしょ、なんでチャンス目で1連撃やねん、ハルタスは。思いません。もう普通のチャンス目で2行ってくれ。おぉ、はい、いいよ、いいよ、もう当たりでやろ。チャンスオン中の連役2回って考えてよ。もう当たり扱いでいいやんか。当てるしかね、これ。あーし、おー、俺は今左だったな。いいよ。じゃあ次お願いしていいですか。俺もうだって俺絶対左からしか押さないもん。挟む人。俺挟む。へえ。もう。なんで俺の言う通りするの。するでしょ、普通。そこは逆でしょ、今のは。しちゃうよ。行ってくれー。
お願い。ナイス。チャンス目を引くな。うわあ。はい。めっちゃいい。めっちゃいい。めっちゃいい。すごい。ああ、もっとな、許しとってくれよ。こんだけチャンス目引いてんねんから。来た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 。行ってくれ。ナンバーだったっけ。はい。行ってくれ。なんでやねんな。どんだけチャンス目引いてると思ってんねんこれ。ケチやで。ケチがチャンス損やでこれ。ぶっついチャンスそうやな。また引いた。めっちゃ引くやん。むちゃくちゃ引く。めっちゃ引くやん。イコマと変わってくれ。イコマなら当たっとる。よし。梅ちゃん当たるならいい。当たるならいい。イコマチャンスなんて終わってるなもん。おりゃー。よっしゃ。おい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 。左を信じた結果。ラスト。左を信じた結果。よし。おい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 。助けていただきました。いやいやいや。よかったね。めっちゃ粘ったね。そらあんだけ子役引いたら言ってくれんとね。さあ エピソード5位9000円です。まあけどもうビビらく上がってるじゃん。来た来た来た、うん、これで。いやすごいな、まだ9000か。俺は楽になれる。これでこれでまあね、1800枚でいいよ。出して次にいい流れで移動しよう。よし、俺も無名ちゃんのチャンス来たよ。俺も当てちゃおう。いいよ。いいね。お前ハーモン2択出てきてくれよ。おお、いいとこ引いてる。いいとこ引いてる。素晴らしいです。来た来た来た。もうこんなもんなんかじゃあ右左中や。はい、よし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 。おい、お願い。ダメか。いやいける。いけるチャンスチャンス。よし。さあもう低設定だろうから頼む。もうエピソード来い。あ、ごめんなさい、460ゲームです。液晶も一緒。ひゅー。まあそうだわな。まあまだまだここから昇格させればいいんで。頼む、2個チャンス目来て、お願い。いや、悪くないっす。いや、悪くはないけどな、ちょっと届く。いや、どうだ。あっ、あっ、あっ、じゃあもういってるってことか、これ。ねえ、ねえ、俺、赤文字初めて見た。僕もですわ。すげえ、どうした。え、いや、そんなわけない。これは絶対、ね、絶対大丈夫。こっからです。あ、来た来た来た。よし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 。よし、やった。2人揃ってエビア。やる。おお、さすがですわ。よう通しましたね。通った、よかったです。 AT でございます。通し全部で19本です。全然まくれる。いやー、ダメだ。あかんよ、俺今からなのに。一緒にやりたいですよ。一緒やりたいから。え、終わってまいそうやん。あかんって。あかんですよ、ほんまにあかんのですよこれ。来いよ。あー、なんこれ、最悪や。最悪やん。おい、最悪や。最悪や。待って待って。これもう、600度ですよ。やめちゃダメですって。よし。あ、2個引いた。 OK、 素晴らしい。あ、追い打ちかけてる、追い打ちかけてる。いや、マジで駆け抜けると思ったわ、流れ的に。おい、200やめろよ。おお、200でした。悩むなぁ。ヤイ君の方はなんか悪くなさそうだけどね。チャンスをよう出てるし。まあそうっすよね。行くか。行きます。行ってらっしゃい。まあゼロから違う台を打つよりかはこれフォローした方が。そうね、まだいいっすよね。うん、俺の台と違ってチャンスもまだ出てる感じするし、今全部で130枚で出てるから、また旅が始まる。
長い旅が始まった。山越さんがもうそこから大逆転して、3000枚ぐらいですか、ね、うん、出ますか、3000枚ぐらいは、2700枚かな、助かります、十分です。また2700枚出しても現状このチームはマイナスなんでしょうけど、このファミリーはね、4人のファミリーは、まあ、向こうがやばいから、ね、ただ向こうは一発当たったらそこからまくれるから、そうですね、そうなんだよ、まあ、足引っ張る可能性があるからこっちの方が。いやー、違うとこついてない、赤い色、あ、感じのカウントダウンだ、これもろだね、ただ2で発展していく、え、大丈夫、ダメでした、おい、ちょっとビバチャンス目引くぐらいだったらどっちか引いてもいいんじゃないですか、来た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 、違う、おーい、もう全然ダメですよ俺ら、全然ダメ、147枚キチー、いやこれはダメよ、ダメですね、あ、ムメが近いんでちょっと100ゲーム見つつ回しましょうか、まあ私はそれやってやめかな、そうですね、うん、それはちょっと無理に回さんでも、もう金箔の話してたら300ハマっちゃいました、いや本当ですよ、まあ金箔の話は最悪カットできるけど、うん、あの剣弁の話は絶対カットできないからな、あなた今日はえ、でも剣弁しなきゃいけないのは本当だもん、まあまあそれはね、しょうがないもんね、そうなんです、うん、ちょっとうまいこと編集しといてください、で無理だろなんで、あの編集は別に万能じゃないからな変なこと言ってないですよね、でも、いやでももちろんあの健康診断で剣弁しなきゃいけないっていうのは当然だから、どうしようかって言わなきゃよかったな、だからせっかく剣弁って言ってんのにまあでも俺その子供の頃にさ、うんうん、あったじゃんそういう系、もうほんと苦手で、え、何、どういうこと、え、あ、剣弁、あ、はい、出なくなるのよやっぱ、あ、ちょっと緊張しちゃう、そう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 、だからもう苦い思い出しかない、あ、そうなんですね、なんか流しちゃわないか不安ですよね、そうそうそう、あれ難しい、いろいろ難しいな、そう、久々ですよ剣弁なんて、そうだね、多分そのワード自体久々に聞いたもんもう小学校のあのねプリントに書いてあるワードがそう、あ、でもだから昔は、まあ、汚い話、うん、まあ、さっき汚い話してるんですけど、今更気にしなくて大丈夫だよなあの、なんだこれ、なんかジップの袋に入れたりとかしてたじゃないですか、今そんなじゃないんですよね、なんか送られてきたキットが、なんだろう、ちょっと多分棒につけてそれをしまうみたいな、なんかすごいちゃんとしてるやつ、しかもなんか あまり見えないようにしてくれるやつ、いいね、やっぱ進化してるね、進化してますよ、だからすごい撮るの楽しみ、撮るの楽しみなんだちょいちょい変な感じの方向に向かってますけど違う、ごめんなさい、なんかそんなつもりじゃないのにでもね、世の中大体そんなつもりじゃないのにことは起きるんですよ俺たちだって今別にハマるつもりないのにハマってるわけです確かに、おあ、めっちゃおちょうどん入る、なんとかしたいね、これそうですね、まあ、そうか、天国も過ぎちゃってるから当てときたい、まあ、一応青とはいえね、見頃で当たる保証はないわけで、もう完全に音調から見放されたんじゃない音調は受けられない、音調は受けられない、お前らみたいなもんにはパッツロ真面目に歌ねえやつに真面目に寄ってるつもりなんだけどな、まあダメか、あB の天井だったらまだ救われる、お、でもあ、B は384天井、そう、384ですね、 OK OK、 なんでそれの今前兆ですけど、まあ音調ゾーンが当たってくれてるかもしれない、あ、3、あ、もう一個引いた、あ、でも消えたさよなら、音調
また音調。おえ？また広角で勲章増えたら音調入れるのはうまい。音調マスターと呼んでください。いや音調クリアしてから言ってください。でもなんかさっきの流れから音調音調っていうとなんか別のものをこう連想したよね。え、なに？え、音調？音調音調音調そういうこと考えてるからです。いや、そっか。いや、あんたが考えさせたんや。あった、おあった、ゲーム数380ゲーム、ゲーム数多分リンの天井だったってことかな。お、プッシュ来たよ、またリプレイで。おー、ナイス。おい、え、リプレイでしかも2回目です。え、どうだね、これは控えめの人間なんで。いや、皆さんこれが設定後の挙動です。総投資13本いいですね。あ、2人ともボーナス、これは欲しいね。やったぜ。おかしいな、おかしいな、おかしいな、なんだかな。もうちょっとビッグ当たるって聞いてたんですけどね。おかしいな、おかしいな。なんかね、7がずれて揃うんですね。あ、つぶって7を揃えるゲームだって聞いてたんですけどね、はい、おかしいな、おかしいな、おかしい、怖いな、怖いな、怖いよ。マジか、3連続バケ、3連続ひどい。でもなんか上がってたんじゃなかったか。あ、そうだった、そうそうそう、うん、緑まで行ってたんで、ちょっと幼女の目覚めに期待しましょう、うん。おかしいな、おかしいなと思いましてね、7回中6回勝ってる人がね、4つ席打とうっていうもんですから、隣に付き合ったらもう2人で2万6000使ってますね。おかしいな、怖いな、怖いな。まとめてきた。お、どうさ、よしよし、まずあげよう。ターニアはアイドル軍人みたいな感じなの？アイドル軍人じゃないです。あの写真撮影何なんだ、何だったかな。私も見てたけど、なんかだいぶ前で忘れてしまった、はいはいはい、いろいろ。そう、これなんか自分を殺せって、ね、まあそれは中身ね、おっさんだから、 おっさんだったらね、ちょっと、うん、なんで俺がこんなことをって思うもんね。俺もなんかこういう仕事だから、たまにサムネの写真撮りましょうって言って、うん、でなんかちょっとあのキリッとしてイケメンの顔してくださいとか言われるんだけど、うん、いやなんで俺いるかなと思って撮るのに一回も使われたことないんだよ。だいたい目見開いてるやつが多い。だいたい目見開いてるやつとか、なんかこういうやつとか、あとなんかこういうやつとか撮られるから、いやいらんだろうと思うのいつも。とりあえずあの一応なんか決め顔もらっていいですかって言われたけど、使わないだろうなと思ってさ。でも自分を殺せってやってくれるの。自分殺してたんですよ。いや自分殺す、いや恥ずかしいもんだって。私大体笑ってるやつだな。そうだね、みのりはやっぱ笑顔が素敵だから。いや多分何も面白みがないんだと思います。いや急にどうしたの。何の面白みもない人間なんですよ。いやそんなことない、あのね面白みしかない俺の中では。いやまあ私は私だ。私は私だ。あのね極端なんだよハンドルの切り方が。あ、聞いてくださいよ、昨日何ですか、はい、だからあの急ハットの金のやべ、びっくりするから。違うの、俺助手席に乗ってておー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 ってなるからさ。違う、思い出した、昨日普通に駅歩いてて、はいはい、まあ、たまになんかこう文句言いながら人にぶつかりながら歩いてる人いるじゃないですか。前の女子高生とかもガンってぶつかられてて、はいはい、多分しかも女の子とかにしかぶつかってなくて、うん、でも別にそういうエロい感じじゃないんですけど、うん、ただちょっとぶつかりたいだけみたいな、うん、でなんか手でグイグイみたいな感じでやってて、はいはい、いるいるいる、でいるね、私も腕のここをグイってやられたんですけど、うん、グイってやった時に、うん、あの私上半身ほぼ胸だからおっぱいに当たったんですよ。はいはい、それはちょっと腹立つね。腹立つんだけど、うん、でもそっちも別に胸に触ろうと思ったわけじゃないんだろうなって思うんだけど、うん、なんかそれって私が悪いんですか。だってだってどこ走ってんの今。すいません、あの GPS さん、あのナビください。許可なのか悪いのか。悪くないでしょ別に。なんか違う、でも例えばその駅とかで階段とかを登ってる時も、はい、前を歩いてる人が振ってる手に当たりそうになるんですよ結構。あ、許可がね。そう、はい、それはあのラッキースケベられ体質ってことだよ逆に言うと。そう、でも、うん、でもそれをラッキーと思う人もいるかもしれないけど、うん、ラッキーと思わない人もいるかもしれないじゃないですか。なんで触っちゃったなみたいな。いやいや、あの少なくとも僕も同じ男子だから思うけど、なんだよ触っちゃったなって思わない、やべえと思う人はいるけど、うん、なんかあ、すいませんってなることはあっても、うん、なんだよ触っちゃったなってはならない。じゃあまあ
もしかしたら思わない人の方が多いとは思いますけど、うん、まあ、9割9分思わないと思う、うん、あ、そう、9割9分、うん、だいぶまんまだ、やべ、すいませんすいませんすいません手、足がついたすいませんねまあそういう感じになる、手ひろっつって、そうそうそう、あれなんか当たった、いや、もうまた使うまた使う流れになっちゃったな、この話もすいません、あ、とりあえずあの嵐はあのおっぱいに手が当たったら手、すいません、あ、すいませんね、足がっていうやつなんだなって思われちゃうでしょでもこれ多分チャンス目かも、お、115ゲームでチャンス目で当たりました、また伝長には早いですね、うん、そうなんですよ、多分行ってなかったと思うから、うん、でもこういう発想になるんだね、なんか私が大きい手ですかみたいな、いやなんか、うん、いやこっちもでも多少なりとも火はあるのかなって、いやないでしょそこは、持って、あ、そのぶつかりながら歩いてる人は別ですけど、うん、なんかなんだかな、いやいや、あの火どころか人に幸せを届けてると思った方がいいよいや、やだ、僕はそういうのやったの別にそれ団体でデーモンぶら下がってってならないからビッグ、はい、ビッグ、これでかいのはもう正義だから今日は正義、今日は正義、そう思って生きてください、オッケー、わかりました、はい、ちょっと自信が持てました、はい、もう男子を代表してありがとうって言ってきますまずい、まずい、カットにね、1回は出したいですね、1回は出したい、あ、今日初めてあの洋図戦記の動画見た方がなんか全然カットに出ないだなって思っちゃった、お、うまい、うまい、うまい、よしよしよし、いやでも弱いけど、お、揃った、やった、よしよし、とりあえずオペレーションゲット、はぁ、あ、ようやく、こっからはヘイズアップ抽選ってことでしょ、だと思います、うん、一回この後揃ったことない、なるほどね見てない、まあ難しそうだもんね、何回も揃えるのね、あと1個だからちょっとお願い、お願い、耐えて頑張れ、あシロ、ここ決めときたいね、決めます、そろそろラッシュ入れましょう、フィヨルト、はい、参ります、あ、ナイス、ナイスリプレイ、いいでしょ、ナイスリプレイ、よっ、よっしゃ、オッケー、おー、うまい、うまい、うまい、さあ、フェイズアップよし、お願い、マジで、マジで、うーん、あー、すごい、あ、頼む、頼む、頼む、違う、いざ、ザーッ、いやー、ヘルスかなさそう、なさそう、なさそう、ごめんなさい、いや、でもね、まあ、や、数打って当てるしかないでしょ、そうなんですけどね、うぎゃー、お、今ここのレア子、一応多少あると思うけど、スイカもうちょっと早く引いてくれれば、本当そうか、フェイズが上がってたからね、釣り3万までいいことにしましょう、いや、いいことにしますか、うん、そうしましょう、まあ、1500枚だもんね、うん、そう、はいはい、大丈夫、大丈夫、大丈夫、やばい、やばい、やばい、あ、ちょい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 、ダメっす、おーい、やばい、ねえ、一人平均2万5000は使ってると思うから、やばいな、この家族、これは家族総出で夜逃げかもしれへんな、でも俺はゲストだから家族の一員じゃないんだけど、はい、とんでもない家族に巻き込まれたなと思ってる誰だ俺を指名したやつは、誰だ、豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる、充実のラインナップで配信、毎週火曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ、毎週水曜配信、嵐と松本、毎週木曜配信、魚拓男性の土とすっぽんぽん、毎週金曜配信、どうにか貧乏家族、さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信、 YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定、メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう、リクエストもどしどしお寄せください、サイトセブン TV。